福島市音楽堂は福島県福島市にあるコンサートホール。運営は公益財団法人福島市新高校舎が行っている。福島市に本社を置く福島信用金庫が施設、命名権を取得しており、2019年4月1日から福島夢の音楽堂の故障を使用している。その他、練習室及び楽屋が設けられている。 1984年開館。福島県内では数少ないコンサートホールの一つ。大ホールの壁全体に石川県のくた焼きタイルを施し、床には音響効果のためすべて桜の木材を使用している。正面にはデンマーク製のパイプオルガンを備え、このオルガンを演奏した時に最高の音色が得られるよう設計されている。これにより残響時間は 空席時で3秒、満席時でも2.5秒と全国のコンサートホールの中でも特に響きの豊かなホールとなっている。このような特徴からクラシック音楽を中心として多くの演奏会に使用されている。しかし近隣の福島県文化センターと比較すると座席数が少なく駐車場も狭いことから吹奏楽コンクールや合唱コンクールといった 大規模な大会には用いられていなかった。しかし、最近では合唱コンクールに用いられるようになった。古籍有事記念館福島市。古籍有事記念館は、福島市音楽堂に隣接する施設。福島市出身の作曲家、古籍有事が、福島名誉市民一号となったことを記念し、福島市の音楽文化の振興のため、建設された。 1988年11月12日開館。古籍が作曲したトンガリ帽子を彷彿とさせる円錐状の屋根を持つ外観が特徴の建物で、館内には本人が愛用したハーモニカやハモンドウルガンといった品々や直筆の色紙や楽譜、レコードなどが展示された展示室、作曲するときに使っていた部屋を再現した記念室、 古籍有事に関する映像や音楽を視聴できる AV コーナーがある。また、通り添いのガラス張りのサロンもあり、ミニコンサートなどが開かれる。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。福島市古籍有事記念館に関するカテゴリありがとうございます。